あの満足度もう満腹でした終わった頃いいですね、もう本当お砂糖飲んだぐらいの甘々がいっぱい出てきそうで、もう甘すぎるので。こんにちるちる商業 BL レビューサイトちるちる記者のほぐしみと綱吉です。本日の企画はこちら、マイベスト甘々カップリング、イエーイ、わーい、ね、BL もいろいろな作品のこうトーンというか方向性がありますけれども、はいはい、今回はですねその甘々カップルの、作品にちょっと、焦点を当てまして、はい、作品トーンがチルチルの中で甘々とついている作品の中で、これが私たちの一番の甘々カップルだなって思うものをちょっと一冊ずつ持ってきましたので、そちらを紹介していきたいなと思います、はい、それでは早速やっていきましょう。はい、それではまず綱吉の方から紹介させていただきますのがこちらです。黒内ひろ先生の甘い魔物デートクラブです。タイトルにも甘いって入ってますね。はい、甘々でした。甘々なんですけど、はい、この作品ね、デートクラブってタイトルにある通り、はいはいはい、デートクラブっていう風俗なのかな、なんかそういうお仕事のところのお話なんですけども、表紙にいるねこの可愛らしい顔してるのが受けのあつきくんって言うんですけども、めっちゃ可愛い。あつきくんお金がなくてバイトをするためにデートクラブの面接を受けるんですけども、なんかこのね軽い行動が全ての始まりだったというか、なるほど、ここからすごいあつきくんどんどん転がって行くんですけども、はい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 、めちゃくちゃイケメンの攻めがねこの表紙に写っているルカ君っていうんですけど、めちゃくちゃ美しい顔 で、 そうです、ね、ただ2人の出会いというか第一印象は、はい、まあ、おそらく最悪な感じで始まるんですけども、デートクラブに面接受けに行って結局一度は不合格になるんですよ。あ、はいはいはい、でそこからこう何やかんやあって、うん、デートクラブのスタッフたちが下宿しているお家のなんかこう住み込みでお掃除したりとか、うん、お料理作ったりするそういう仕事をすることにあつきくんが愛になるんですが、はいはいはい、この間もしっかりストーリーがあるので今回は割愛しましたが、はい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 、ここもすでに面白いんですが、でその住み込みで働くことになりまして、そこで登場するデートクラブのスタッフの面々がめちゃくちゃ訳ありなキャラクターだらけなんですよ。本当に、はいはいはい、なんかそれぞれみんなねそこでアルバイトをしてて、でそれぞれの生活があるんですけども、みんな何かしら隠してることがあるというか、すごいそれを紐解くように進んでいくストーリーもすごく面白くて、はいはいはい、どんどん読んじゃうんですけど、うん、この2人メインのカップリング2人とあともう一つのカップリング出てきまして、うん、2つのカップルがとにかく甘々だなと思ったのでちょっと紹介させていただきたいんですけど、うん、このルカ君とアツキ君に関しては正直ルカ君が何考えてるのかが分かりづらくて、うん、なるほど、もう、はいはい、なんかアツキ君のことをすごく気に入っているっていうのは分かるんですよ、はいはいはい、ただそれがなんで気に入っているのか、なんか、うんうん、まあ、愛情なのか友情なのかみたいなことも正直こう明言されないというか分からないんですけど、ただアツキ君のことが明らかに特別で大事なんだなっていうのは分かる言動があるんですよ、はい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 、まあ、それをこう呼んでいく感じも、うん、ああなんか甘々な感じを私今楽しんでいるってはいはいはい、はい、思いながら読めるのですごい好きで、でもう一つのカップリングが同じ、クラブで働いているスタッフで、はい、攻めのヒロ君がこうメガネを普段かけててちょっとモサい感じかなって思ってたんですけど、うんうんうん、実はメガネ外すと天然癒し系、おー、なるほど、結構ポワポワしてて、はいはいはい、めちゃくちゃ可愛くて、うんうん、でも攻めです。あ、いいですね、はいはいはい、で受けのタイガ君がヤンキーでツンデレっていう最高な喜んじゃった完璧じゃないですか。完璧ですね、ヤンキーでなんかちょっとヒゲとか生やしちゃったりしてるんですけど、はい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 、めっちゃ童顔なんですよ。だ、可愛い。もうね、可愛らしくて、はいはい、なのでこのルカくん、アツキくんペアと、うん、ヒロくん、タイガくんペア、うん、もうどっちもね最高に甘々で、うん、なんか溢れてるんですよ。いいですね。もう世界に溢れてる感じが素晴らしくよくて、はいはいはい、ですごい
その全体的なことで言うと、はい、受けがねどっちも基本的にちょろいんですよ。あ、なるほど、はいはいはい、で攻めの方がどっちも天然っていうか、うん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 、天然攻めで純粋ですんごい直球な感じで、はいはいはい、この愛情とか気持ちを向けてくるので、はいはい、それに簡単にほだされていく受けっていう感じなんかそれですでになんか甘々の土台がもう出来上がってるから、そうですね、で結果的に甘々なムードを生み出しているのかなって思ったり、であのカップルが多くてね、はい、結構一筋縄ではいかないっていうか、私今カップルって言ってるんですけど、はい、カップルになるまでとか、そこもまずいろいろあるので、はい、こうそのいろいろある分なんかもう仲いい2人がほのぼのイチャイチャしてるのを見るとめちゃくちゃホッとしたりとか、うんうん、結構情緒を私はかき乱されながら読みまして、であの分厚めのお話というか作家の本なの で、ね、あの満足度もう満腹でした終わった頃いいですね、もうほんとお砂糖飲んだぐらいの甘々がいっぱい出てきそうで、もう甘すぎるのでちょっとこのタイトルに惹かれてね、はいはい、気になった方もいると思うのでぜひおすすめしたい作品です。続いて私が紹介する作品はこちらです。はい、奈良島幸先生のコスメティックプレイラバーシリーズでーす。はい、もうこちらももう結構もう殿堂入りのアママカップルかなと思うんですけれども、はいはいはい、まあ1巻はちょっとまだアママにこれからなっていくっていうところなんですけど、今最新巻が7巻でございまして、はい、もうこちらですよすごいもう帯に俺と結婚してくださいって書いてあって甘い甘いもう甘々しかないです。もう2巻3巻とどん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 甘くなっていってなんで、ちょっと一家の最初のところ振り返りながら現在の2人についてもちょっと話したいなと思います。まあ、あの今でこそ甘々カップルのこの2人なんですけれども、はい、あの最初どうやって出会ったかと言いますと、この、あの2人ともあのコスメ あのカウンターで接客してるあの美容部員さんでして、もともとその先輩だったこっちの夏目さんですね、髪色の薄い方の夏目さんと今ペア売りをさせられている後輩の新人の佐橋斗真くんっていうんですけど、あの彼はもともとモデルでってか結構生意気な感じ、結構何でもできるようなあの子が入ってきて、こうちょっと手を焼いていたんですけど、ある時ちょっとあのこう夏目さんの方がですね、あのゲイである、ゲイなんですけど彼はゲイであるという秘密をこっちのこの佐橋くんにあのバレてしまいまして、それを握られてなんか先輩じゃあ俺と遊んでくださいよ、じゃあ俺のセフレになってくださいよみたいな感じで引っかかってきて、なんだこの後輩はみたいになってるところから始まっていくんですけど、まあ、そんななんか最初のこの入りだけ行くとなんかちょっと甘々になるのかなって感じの2人なんですけど、まあ、とにかく夏目さんがこの受けの夏目さんがすごくいい子で、あのいい先輩なんですよ。その今までだからそのモデル業やってた時とかも、あのお前は天才だから何でもできるよねっていう感じで周りで扱われてたその佐橋くん の影の努力だったりとか、彼はその顔だけじゃなくてちゃんと裏でしっかりやってるんですよっていうのを本人にも伝えるし周りにも言っていくし、すごい大真面目なんですよね。なんかそういうところにどん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 こ の攻めの佐橋くんがあのこうなんか本気になっていってどんどんすごい素晴らしいスパダリとしてこう成長していくんですけれどもはいはい、はい、本当にそのなんかいろんなもうエピソードがね2巻3巻とあるんですけど、もうどれもやっぱりそのちょっと たまにすれ違ってしまったりとか身を引きそうになったりとかあるんですけど、全部ちゃんとお互いがお互いのことを思っての行動なんですよ。だからなんかそのすれ違いすらもやっぱり恋のスパイスというか2人の甘々の絆をどん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 こう強めていくのがすごい伝わってきて、であのもう今 その最新巻の7巻まで来ますと、ここもうテーマがあの結婚とちょっとこう そこまでの間でいろいろお話があるんですけど、こちらの攻めの佐橋くんがですね、あのお仕事の関係でちょっと長期でパリに行くことに決まりまして、遠距離恋愛がこれから始まってしまうっていうところのお話になるんですよ。で、まあ、そんなあの甘々できた2人 その結婚という区切りとこれから始まるその遠距離生活への不安みたいなところがちょっとあって、はい、あのいつもだったら見れない佐橋くんの姿とかを見れてすごいうわー甘々だって思ってまして、なんか7巻まで来てもまだ見たことがない姿がとどまるところを知らない感じそうです、なんかそのもう一番甘々だなって思ったのが、あの撮影前、今回そのブライダル撮影の仕事を2人が引き受けるんですけど、その撮影の機会が
あるんですけど、その飲み会でのお話がですねすごく良くてですねいつもは本当クールに済ましててスパダリ全開でこう夏目さんの不安を取り去ってくれる佐橋くんの方が酔って甘えた全開になってその遠距離になるのやっぱ離れるの寂しい辛いみたいなこと言ってくるんですよそれで夏目さんにすごいなんかおねだりというかいつもしないようなおねだりとかをめちゃめちゃしてて、わーこれってやっぱ七巻までこう来て関係が築かれたがゆえに見れたものだっていうすごいもう萌えがなんか爆発してますね。胸がキュンキュンしたのでぜひあのちょっと長いんですけれどもあの七巻までこうじわじわ読んでいただいてあの今の二人にこう胸をねギュッとされるとすごくあの幸せな気持ちになれるかなと思いますのでぜひあの2人のこの甘々カップルの恋愛模様を見守ってみてください。はい、ということで本日は、甘々カップル特集をしてまいりました。いや BL も本当にいろんな作品トーンがあって、うんうん、それぞれ良さがあると思うんですけどやっぱ甘々は一番こうなんていうか精神が浄化されるというかなんか幸せな気持ちでこう追われる感じというか、はい、なんかこっちもキュンキュンしてなんか絶対自分はその世界にいないのになんかすごく無駄に感情移入してしまうというか、いやそうなんです、なんかこう疲れが吹き飛ぶような素敵なね綿菓子のような時間を提供してくれる作品がたくさんあるかなと思います、はい、ということでですね本日紹介させていただいた作品のエッチデチルの紹介ページを概要欄のリに貼っておりますのでそちらからぜひチェックしてみてください。でそしてあの皆様の思われるベストアマアマカップルもコメント欄にてぜひぜひあの教えてくれると嬉しいです。はい、それではバイチル。